どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、ついに来ましたね。松下幸之助ですよ。パナソニックの皆さん見てますかものすごくですね、力を使ってこのプレゼンを完成させました。非常に内容としても面白いと思っ おりますしパナソニックに松下幸之助ありですね経営の神様と呼ばれる男呼ばれたじゃなくて今なおですね幸之助というものは経営の神様の松下幸之助って言われるわけですからその真髄に迫っていきたいと思いますしそういった神回ですねもうこれ神回確定してるんですけどもスポンサードいただいているのがクラウドのことならサテライトオフィスですね篠崎愛ちゃんがイメージキャラクターを務めていますよね僕とは対極にあると思いますが 松下幸之介、まあいろんな名言残しているんですが、僕がね、一番好きな名言がございますと。松下幸之介、このようなことを言ってます。午前先方へ商品を持っていくと。 そこでいろいろな感想をもらうわけですね。で、その感想をもとに夕方商品をアレンジして、また午前中に持っていくと。また午前中に持っていくわけですから、またそこでですね、代理店さんですとかお客様からですね、感想をもらい改善をすると。このサイクルを早回しすれば、どんな授業も負けないと。どんな経営もこれで成り立つということで、商売の基本サイクルを解いたわけです。 ね、ここをやれば絶対勝てるからっていうことは、まあ、当時僕の中では衝撃でしたし商売とはそういうものだろうということをですね僕も授業持ってますがそのように思いますとそしてもう一つありますね松下幸之介こんなことも言ってると「運は強くできると」何 とんのやと、経営の神様とも呼ばれる男がですね、こんなことを言って言いたい,いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これはですね、いつ言ったかというと、松下整形塾ですね。これを立ち上げました。で、いろんな生徒の応募をするわけでございますね。で、その中で入学試験がございましてですね、当時、最近亡くなられてしまいましたが、牛尾電機の創設者の牛尾会長でございますが、牛尾会長が面接官におりましてですね、いろんなですね、有能な方が来ると、MBA 取ってるし、どこかの会社の部長をやってる みたいなね、東京大学出てるし総合商社に勤めてるとか本当にどこで差をつけたららいいか分からんとこの牛尾会長が当時もう一人面接官がおりまして「おい聞いてこい」というふうに言った時ですね松下幸之介。 運を強いやつ取れということを言うわけでございます。そして、愛嬌のある人、これをですね、採用基準にしたわけですね。運を本当に強くできるのかっていうことでございますが、実は運というものはですね、非常に強くできると僕もですね、この授業を持つ上で非常に感じておりますと。まあ、製造業をですね、盛り上げていきたいと応援したいという気持ちで発信をしているとですね、いろんなそういった製造業愛を持った人からですね、応援のコメントをいただけますし、ご飯にも誘われますし、紹介もいただけると。で今ですね られない人はなかなかいないということでラビタスの社長の小池さんとも面談させていただきましたし他の大手の社長ですねとも関係を持たさせていただいております普通の人では考えられないようなですねありがたい機会を頂戴していると本質をついたことを彼は言われていると 松下幸之助といえばですね、今のパナソニックを作った方でございますから、パナソニックのですね、8代目社長の津賀社長もですね、松下幸之助はこう言ってるんですとか、今のですね、9代目社長の久住社長もですね、松下幸之助の思いを今一度、みたいな感じで言われるわけですね。なかなか当時の、まあ、社長のことをですね、話す会社って、パナソニック以外だとそんなないと思うんですよね。今なお、経営者に色濃く現れる影響力。結構50代、60代の社長はこういうことね、 松下幸之助めっっちゃいいでっていででてううことを言うわけですけど今のパナソニックに勤めてる方ですね。若い方々が入ってくるわけですけど、松下幸之助何がええねんと。今回はですね、そういった現場の若者にもわかりやすく昔と今を解説させていただくということで、今回はあの経営の神様ですね。松下幸之助のその言語化に 挑みたいと。なぜすごいと。今の若者にも響くようにですね、解読させていただくと。そして私ですね、パナソニックの縁がございますと。なんとですね、このものづくり太郎、パナソニックグループ企業の出身でも ございますとい,いイメージ持っていただけるのかわからないんですが、パナソニックにもいたと。どの企業体にいたか、どういったですね、グループにいたかというと、パナソニックコネクトにおりましたね。そして、ミスミにもおりましたということで、ミスミからはですね、例えば経営戦略とかビジネス俯瞰とか、マネージメントも多くさせていただきまして、かつ、やりきるマインドと多くのものをいただきました。で、パナソニックから何をいただいたかというと、装置ビジネスでございましたので、装置の生産性とか、まあ、工場の生産性 考え方をまあ多くいたただきましたし晃之助の精神ですとか大手企業のですねまあ三ミも大手なんですけどもかなりストレッチされるのでですね非常に働き方としてはホワイトとは言えないと。 しかしパナソニックっていうのはですね、非常にコンプライン意識も高くてですね、残業にしてもですね、新幹線で1時間移動するだけでお金出るわけですね。非常にホワイトでございますと。そして、例えばセクハラ、パワハラみたいなものにですね、敏感でございまして、透明性も高いということで、そういった大企業ならではのコンプライアンスの意識もいただいたと。かつ、パナソニックにおりましたから、まあ、内側から見たパナソニックにも触れていきたいわけですね。 事業の俯瞰をしていきたいと思います。7.3兆円という売り上げをですね、2021年かな、起こっておりまして、まあ、2022年は8兆円を超えたと、大手電気一社の一角でございます。大手電気8社というものがございまして、北地、ソニー、三菱電機、東芝、NEC、シャープ、富士通、そしてパナソニックでございます。現在、シャープさんだけお声をかけていただけないと。 日立ソニー、三菱、東芝、NEC、富士通、パナソニックからはお仕事のご依頼をいただいていると非常にありがたいという感じで、シャープさん待ってますと。製造業人材であれば知らない企業は、まあ一般の方でも、まあほぼ聞いたことあるだろうと。その一過行になるパナソニックの事業でございますが、7つの事業を から成り立っていると。素業であるですね、暮らし事業ということで、アプライアンス社、みたいな感じで言われますね。ですとか、オートモーティブ、そしてコネクトですね、僕が行ったところでございます。で、まあ、レッツノートの工場とかですね、物流のところにも行ってですね、パナソニックさん、招待したんで無料で動画作ってくださいとか言われてですね、いやいや、無料はちょっと難しいですっていう感じですね。ということで、動画依頼もお待ちしてます。インダストリー社ですね。そしてエナジー社、あーもうパナソニックエナジーさんからスポンサードいただいてますからありがとうございますと。で、あとは、エンターテイメントコミュニケーションですとか、 ハウジングが並んでくると全7事業で構成され、ものづくりが中心と言っていいと思いますね。ソニーとの比較をさせていただきました。ソニーはですね、もはや製造業にあらずと。ああ、お前、ソニーにそんなこと言って大丈夫かって思うかもしれませんが、これ見てください。ソニーの売上構成でございますが、こちらがソニーですね。で、こちらがパナソニックでございます。で、ソニーね、例えば音楽とかですね、映画とか。 金融みたいな感じなんですね。これ営業利益でございますね。利益の約半分をですね、製造業とはまた違う分野でソニーというものは獲得しているわけでございまして、過去からですね、サービスですね、ソフトウェアアズアサービスに大きく舵を切っております。プロダクトがある場合、例えば、PlayStation 4とか5ですよね。で、売った後にサブスクで課金制になって てていいいるわけけでございまして、まあ、後ほどど売ったはいいけどもサブエクスペリアとかもそうじゃないですか。エクスペリアってスマホでございますが、スマホの中でソニーのソリューションを提供してですね、お金を持ってこうよ、みたいなね。なのでソフトウェアを中心とした会社になりつつあるわけでございます。パナソニックの売り上げの多くはですね、ほぼほぼ工場が必要な、まさにものづくり企業と言っていいと思います。そんなパナソニックでございますが、化石頭が実はございます。そうです。家電といえば、 パナソニック。パナソニックといえば家電でございます。総合家電メーカーとして頭一つ、いや頭二つ抜き出ておりますし、パナソニックの事業体の中でも非常な売り上げを誇っておりますし、営業利益としてもやっぱりこの 家電がですね利益を稼ぎ出しているわけでございますパナソニック総合家電メーカーですからもう持ってない家電の方が少ないと洗濯機ありますねドライヤーありますそしてあ弊社の LED なんかもパナソニック製ですからそしてですねこういった まあ机にあるですね LED ライトなんかもう全てパナソニック製でございましてこれ5つ買っておりますからねとかまあクーラーも作っていらっしゃるとしかしまあ三菱さんからお仕事をたくさんいただきますので我が家庭はですね三菱電機製の掃除機とかテレビを愛用させていただいているという感じでございましたパナソニック事業の大黒柱は家電でございまして で、まあ、特許数もですね、紐解くと、三菱さんだと制御とかになるんですけども、生活危機器がダント突でございますと。まあ、あと電熱器具ですね。取り扱い家電カテゴリーは、 まあシャープが40ぐらいなんですけども、なんとパナソニックですね、85ぐらいになっていると。どんだけ持ってんのとしかもこのシャープが2位なわけですから、それをですね、倍にしても届かないと。パナソニックはですね、当時、なんて言われていたかというと、松下電器をもじってですね、真似した電気と言われていたわけでございますが、孝之助言ってるわけですよ。この商売の基本サイクルを早く回せばですね、早く改善できるわけですから、市場のお客様に受け入れられると、お客様が欲しいような製品を、競合よりも早く作れる。それによって、 便利な家電をばらまいたわけですねなのでお客様にも非常に受け入れられるとその商売の基本サイクルを早回ししたのでこの真似した電気というふうに言われるわけですそれで勝ってきたわけですね家電といえばパナソニック でであるとといいうことでございます今見ていただいた通りですね、家電というものはパナソニックの稼ぎ頭でございますが、家電事業をですね、基礎に成長したと。1918年に遡りますが、まずはですね、松下電気器具製作所を設立しました当時3人でやりました。本当は4人なんですけども、後ほど話していくんですが、2人は早々にやめましてですね。<laughs> 奥様と、そしてあの親戚の方とで3名で始めまして、年末にはなんと20名になりましたと。で、当時はアタチンですね、アタッチメントプラグで、これバカすきに売れ ましてですねこの電気器具の普及に携わると。時は流れまして、1935年でございますが、松下電気産業株式会社を設立しまして、もうこの頃になると、従業員数は3500人になっておりまして、子会社数も9社に増えております。自動車なんかのバッテリーもですね、作りまして、自動車事業にもこれ参入していくと。1977年、時は流れますが、この VHS ですね。VHS 知ってる知らないでしょ。昔はカセットテープみたいなものがございまして、これをですね、テレビとは別のですね、モジュールに ガチャコンンっって入れてててでですねウィーンって吸い込まれましてそれれれししそ録画したものが再生されると今のスマホ世代には考えられないような機運がございましたが、まあこういったもので録画していたわけでございまして、テレビ番組録画の主流にこれがなっていくわけですね。で、1996年ですよ。世界最軽量の携帯電話ということでデジタルムーバー大ヒットさせましてですね。この携帯電話事業にも、当時それ実装してたのは確か静岡県掛川の近くだったかなっていう感じですね。はい、大ヒット。もう今ではなき工場でございますが、多くの電気製品を世に 送り出ししこの成長をしていくわけですねで2023年ですよ。はい。売上はですね、8.3兆円と。従業員数は23万人ですよ。23万人と。やばいと。子会社数は52社じゃなくて524社もございますと。一軒家の土間から始めてますから。3人で始めた会社が今では、もう世界屈指の大企業になって いるわけですねパナソニックを築いたこの人、松下幸之助なしにはやはり語れんということで、この経営の神様とも称され、その松下幸之助はもはやその存在自体が伝説になっていると。これを言語化していくわけですね。松下幸之助を尊敬する経営者たちということで紹介していきたいと思います。ソフトバンクの孫正義さんですね。名言がございますね。孫正義さんの名言です。Twitter でハゲハゲ言われるわけですわ。で、このハゲハゲ言われてですね、孫正義どのように返したか知ってますか 違うんです。私が早く進みすぎていて、髪の毛がついてこれないんですと。ああなるほどと。素晴らしい開始でございますと。松下幸之助のカセットテープでございますね。これ、釣り切れるまで聞きまくると。そして、 アリバは株式会社のジャック・マーでございますね。この方も毎日新聞社の記者のインタビューで尊敬する人物にこのコウノスケを挙げたそうでございます。ヤ井イさんですね。ファーストリテイリング、ユニクロを取りまとめるですね、会社の会長でございますが、パナソニック創業100周年イベントでこのように発言されています。コウノスケさんの教えがなければ、今のユニクロの成長はあり得ないと。 いうこと言ってるわけですねですとか HIS の創業者の澤田さんですね河野助の著書人を活かす経営が愛読書になっ わけでございます一流経営者ですよ。もう一流の経営者でございます。松下幸之助の教えに、もう尊敬という感じではなくてですね、うなずいくと。もううなずいてると。おお、そうそうそう。そう,そうそう、それ言いたかったとか、あもうめっちゃこれわかるみたいな感じですね。なので、非常にシンパシーを覚えるわけでございます。死し,してなおですね、尊敬され続ける松下幸之助でございます。では、なぜ、この松下幸之助は経営の神様と経営者たちに言わしめるのか。そして、まあ、尊敬というレベルはなく ってもう心を打つわけですね彼が奔走した94年間からそのゆえを紐解いていきたいと思います河之助の老いたちから経理論というものは始まっていると僕は見てますから老いたちから見ていきたいと思います 貧しい生活を送るということで、実は貧しかったんですね。まあ正しくは貧しくなってしまったと。1894年でございますが、和歌山県、そうなんです。河野市は和歌山出身でございます。8人兄弟の三男、末っ子として生まれるわけですね。親父はですね、小さいながら地主でございまして、かなり裕福な生活を送ってまして、お手伝いさんなんかもね、家にいらっしゃったわけでございます。ところが、どっこかですね、1899年でございます。父がですね、米相場ということで、日清戦争も終わってですね、日本が 勝利してですね近代化の流れが来てもう産業というものがこの地方にも襲ってくるわけですよその一環として相場が来ましてなんとですねここに親父がですねのめり込んでですね破産してしまうともう裕福な生活から一変貧乏な生活を強いられた田んぼなんかもですね全部売り払ってですね今まで働かなくてもよかったのにもう収入源がなくなるわけですねいきなりですよいきなりで1901年ということで小学校に入学しますがここでですね長経時経ですよなんと兄2人を 失うと僕愛知県の出身ですから名古屋にはですね「たばけ」という言葉があるんですよ。 要するに、長兄がすべて財産を引き継いでですね、田んぼを分けるやつは、お前そんなバカ野郎だということで、お前田分けやなという言葉があるぐらいですから、もう長兄にかける思いというものは非常なものがございます。まあ当時、和歌山もですね、まあ高田肌がいっぱいあったでしょうから、この長兄時系を失うというものは、松下家にとってもですね、非常なまあ出来事であったと思いますと。さらにですね、お姉ちゃんも失うということで、もう兄弟の中で残る男女はですね、幸之助だけになると。そして、 確か全ての兄弟を失いましてですね松下幸之助がパナソニックを築き上げるというかまあ松下電器を築き上げる時にはですねもうご両親も他界されてるということでまあそこだけでちょっと涙ちょ々切れますよね栄達した姿をですね幸之助はご両親に見せることができなかったと。 いうエピソードもございます。まあ、非常に厳しい人生のスタートになるとで1904年でございますね。順調、小学校を中退するといや決して悪ガキだったから中退するわけではないんだ。 大阪のですね木鉢を作るところにですねでっち方向に行かされるわけですね当時なんとわずか9歳ですよ9歳9歳ですよ小学1年生が6歳で入りますから、まあ、小学校3年生4年生ぐらいでなんと働きに行かされるということでございますとでっち方向に行きましてですね当時寂しいもう9歳ですから母のことを思って毎晩枕を濡らすとで慣れてきてもですね時にはですね母のことを思って泣くわけですね1905年でござ まですねで僕も自転車好きですから大学時代自転車のコンズサイクルというですね京都にある十数店舗ある自転車店舗ですねそこで働いてましたからシンパシーありますよね5年4ヶ月の長い期間働くわけでございますと。 父からですね、小学校に戻るとか、他の学校で学ぶ機会があったわけですけど、いやいやもう、商売で身を立てようということで、それ止められてですね、当時、松下幸之助としては、いやもう、学校行きたい、学びたいという気持ちがあったわけですが、解雇してですね、あの当時の父の発言が非常に良かったと。 いいいうことを言っっててままますすよねね貧しし環境にになってしまい働きに出るわけです、ねまあ、幼い頃から商売の色派と一緒の環境に身を置くわけですが不思議と幸之助はですね嫌とは思わなかったむしろですねもうそれを楽しんだわけですねで地方向からですね幸之助の考える力が会話見えると でデッチ方向時代の松下幸之助でございます。彼、ね、いろんなエピソードを残してますが、まず、タバコの買い置き、レッチ方向しておりますから、あ、小僧と、タバコ買いに行ってくれんかということで、お使いを頼まれるわけでございます。毎回ですね、隣町までですね、買いに出かい、これがもうめんどくさくてたまらんということで、幸之助考えましたと。自身のお金で爆買いをしてですね、まとめ買いをして、それをですね、置いとくと。で、このまとめ買いをするとですね、一泊おまけがつくわけですね。で、それで収入を得るということで、 約50個売れると給与でですね4分の1ぐらいに達したと。あこれええやんかと。しかしながら店主にですね「やめてくれお前」と。 もうお前だけがそんな給与1.25倍になるということでございますから、一人勝ちすると半感買おうということで、この商売の一人勝ちはあかんと。初めての自転車販売。まあ当時ですよ、自転車なんて誰も乗ってないわけですよ。裕福な家庭しか買えませんから。ということで、これを売れたらもうヒーローみたいなもんですわ。ヒーローですわ。もう自動車買うようなもんですね。ということで、一人で自動車の売り込みに行くわけでございますが、当時からまあ商売面白いなというふうに思ってるわけですから、もう泣きべそを書いてですね、泣いて、 店主にどうにかまからんかと1割と。ものだったら五分負けでええわということで売れるわけですね。ということでもう最後なんで売らんのやということで <laughs> 店主に泣きせを書くわけですからどっちの見方かわからんという感じですね。ということで物を売る情熱があって。 わけですね之助というものはそして、3番目、これ外せないということで、商売上の道徳感があったわけですね。こういったエピソードがございます。この店の商品をちょろまかしていた従業員がございまして、その従業員ですね、まあ仕事ができたということで、まあ、ちょろまかすぐらいですから、もう悪知恵が働くわけですよ。小僧に対してですね、店主が一回慈悲もあってですね、まあまあ今回だけは許してやろうということを言うわけでございますが、ははででですす、ね、いいやそそううなりませんととともしこここの従業員を許すということであれば私はお暇を頂戴 してても辞めさせいいただくととううことをきっぱり言うわけですね。15歳以下ですよ。15歳以下ですけど、店主に向かってですね、いさめるというかですね、苦言を呈するわけでございますと。まあ、最終的にはそれを認めてもらってですね、その従業員を辞めさせてですね、ということでございます。当時のことを思って、河野助はこういうわけで、あら、正しい判断であったということですね。まあ、何が言えるかというと、まあ、商売に対してまっすぐで、そして真面目な気質であるということでございますね。もう、発想力ですね。そして、熱意があります。さらに 外せないもものののはは商売の道義をすすごく大切にるる人であると時は流れまして新時代の予感は電気にありと1910年です、ね、小野助ですすねねまあ、大阪におりますから、梅田ですよ。当時、ね、あんなぐちゃぐちゃじゃございませんと。で、なぜ梅田駅というものはあそこにあるかということでございますが、駅を分けるとですね、電車をですね、機関車トーマスみたいにですね、こういうふうに大規模な反転装置が必要だったんですね。それはあかんということで、当時、都市でもなんでもないところに、大阪駅、梅田駅を作ってですね、確か ですよあそこが発展していったわけですね。で自然ですよ走ってるわけですからこれを見てですねうわすごいと電気の力で今電車あんな大きいもの動かすんかということでもう次は電気が来ると大阪電灯に内戦見習い工として入社をしますと。でここでですね仕事に真面目でございますからめきめき頭角を 表すと。なんと、3ヶ月で工事担当者に昇格ですよ。昇格。抜擢ですわ。課長とか係長ですね。当時16歳ですよ。16歳。まだ高校生ですわ。今で言うと。1917年、7年間働きまして、もうなりたくてしょうがなかった。検査員に昇格すると。もう検査員といえばですね、もう当時稼ぎ頭でございまして、担当者の憧れでございます。最年少で昇格しました。しかしながらですよ。朝ですね、9時に出社して、2、3時間周りを回ってですね、それで仕事終わりっていう感じですから。 もう幸之助からするとですね。憧れだったんですけども、時間ができてしょうがないということで、もうつまらなくて仕方なくなってしまうんですね。で、こういうふうに時間ができると幸之助もですね。いろんな心配事が出てくるということで、余計なことを考えるんですね。このままで俺はいいのかとか。そうすると体調も悪くなってですね。隣の人の席で俺は病気になるんじゃないかとか、そういうことを思うわけでございます。ということで以前からですね。この電気事業。 興味を持ってたわけですから、開発を考えていたソケットを試したいという思いが日に日に強くなっていくわけですね。で、病弱ですから、このまま検査院でこのまま仕事してって、俺は大丈夫かなということも相まってですね、よし事業をやろうと、亡き父の言葉ですね。商売で身を立てようということに突き動かされまして、独立を決意する ね。要するにパナソニックの物語はここから始まっていくと。このソケットから歯車がどんどん動き出すわけですね。ということで、ここから幸之助の経営人生というかですね、会社経営が本格的に始まっていくわけですが、幸之助がですね、経営者を虜にするのは人の使い方の名手であったわけですね。要するに自分はですね、非常に体が弱いわけですね。なのでゴリゴリではないんですが、この知恵で乗り切って ていくとそしてそのの分野のプロにさせるわけですねお前やってみろとで彼のスピーチもね動画残ってますから聞いたことが何回もありますし松下電器がですね創業当時はもうプロがいっぱいおったとお前ら本当にプロと呼べるのかと自信を持てるのかとそういったプロと自覚してる人は今手を挙げてみてくださいって言うとシーンとなるわけですね。まあ、そういった演説も するわけでございまして。まあ、独立人生がスタートしていくと。少ない資本金ですね。これ、当時の一般的な給与のですね。2、3ヶ月分を資本金に独立する。そして、4畳半の工場です、ねよ。4畳半でそれ工場と呼べんのかという感じでございます。友人2人と議定の計4人でやると。そして、練り物の製法が不明ということで、このソケットはですね、練り物で作るんですけど、コアとなるですね、その練り物の調合方法等がもうわからんと。それで練り物をやっ ってこうううといわわけけでですすからもうめちゃくちゃゃくなわけですよこの之助をめちゃくちゃやなという感じですね。で、4ヶ月かけて完成させたが、売れたのはなんと10円だけです。10円。10円がどのくらいの規模かというとですね、検査員の15日程度の給与でございますね。なんと4ヶ月それだけしか売れんと。 で、利益はもっと少ないですわと。家の大黒柱である、まあ、議定以外の二人はもうやめます。当たり前だのクラッカーです。もちろん全ての着物を視野に入れたということで、まあ、当時ね、高級品といえば着物でございましたと。土地の背にですね、ここから事態が好転しまして、練り物をね、ソケット自信持って開発したものを売れなかったんですが、それで営業をかけてですね、松下さんと、あんた練り物得意だったねということで、扇風機のですね、練り物の外板1000枚の注文を受けることになんと成功すると。文字通りこの受注で川1枚繋がる パナソニックといえばソケットから始まったんでしょと思うね。そうなんですけど、本当はですね。扇風機ここから。 始まってるわけですね。要するに扇風機に命を救われたのがパナソニックであると。その次がアタチンと呼ばれるような外板で作るこのプラグ、これですよ。こういった配線器具ってね、今パナソニックシェアめちゃくちゃ高いわけですが、これをですね、3人で奥さんも含めて、ね、ですね、議定と。毎日夜12時まで働いても売れまくると。納品しなくて向こうから取りに来てくれると。3割ぐらい安かったそうです。で、当時何が画期的だったかというと、製造方法を社員に人を雇うわけですから、もう12時まで働いてもラッチ あかんということで従業員を雇い入れるわけですここの製造方法練り物をこれは社外秘密 NDO を結んでも絶対社外には漏らさんというものだったんですがこれは社員に簡単に開示していくわけですねこれで作ればいいよという感じでございますとこれ画期的で人をねうまく使うということで授業が徐々に拡大して信頼して拡大していくわけでございますついには東京にもハーノン伸ばしですね業界も全然成熟しておりませんから大きな改良ができたこともあってですね急激に成長していくと。 いう、まあ時代も良かったんですが、この考え方とか人を信頼するとかね、業界では不分立とされてた、そんなこと絶対やらないっていうです、ね、練り物の調合方法も全部授業に改善してですね、授業と向き合うというところも大きいだろうと。まあ詳しくはですね、この本に載っておりますので、これ絶対見てくださいと。いう概要欄からお願いいたしますと。 河野助が経営者として生きてきた70年間ですね。この考え方、生き方そのものがもう経営哲学なんですね。で、河野助になぜ皆さんが惹かれるか。僕も大好きでございますと。河野助の生き方はもうその当時必死に生きてますから、その時代を生きるその人々と似通ってるんですね。庶民からしてもどこか親近感を持たせるんですが、河野助の違うところは当時の考え方としては非常識なところが非常に多いんですね。例えば工場を作るか から保証金を巻いてほしいとかね保証金をくださいとかですね堂々としてるとしかし経営の本質をついてるとその練り物の調合方法を開示するとかね一緒にやっていこうと信頼してるからみたいなことを絶対やらないわけですけど今だと当たり前じゃないですかノウハウを従業員に開示しますよねゴリゴリのパワー系ではなくてあ そう考えるんか、さすが幸之助やと、そう言わせる、そこに真髄があるわけでございますと。確かに正しいし、私にも実践できそうだと思わせるところがすごいと。そのように私は思いますと。まあ、偉そうなこと言えませんから、思いますという表現に留めさせていただきたいとで。そんな幸之助にも、実はですね、大事にしているものがおそらく3つあると。 思いますとここから会社が大きくなっていくわけですから、そこで大切にしていた経営方針があるわけですね。当時経営方針と言ったかもわかりませんが、このようなことを話していると。まずは目標や夢を持たせる経営でございますね。ね今の Z 世代が聞いたら、まあそんな、まあ耳がなんかかゆく、かゆいわっていう感じですけども、こういうことですわとで。人を育てる経営ですね。人を育てると。そして社会発展のための経営ということでございまして、目標を示し夢を与えると。自分の事業に信念を持つわけですね。これはある。 宗教団体に行ってですね、信者がもう非常に熱心なんですね。もう熱心で床、壁、吹きまくっとると。それを喜んでやっとるわけですね。で、自分の授業を帰り見た時にですね、これだけやったらこれだけ儲けられというですね、弱い信念。もう金金と。もうそれじゃあかんということに気がつくと。要するに、ね、生産材を利用する人の利益を追求すると、ね。家電を売るわけですから、それで世の中便利になって、もうお客様が喜んでくれると。そこに対して俺たちやって るんだぞと製造業というものはそういった尊いものであるという水道哲学を語るわけですね。なのででこれ、ね 皆さん豊かになるから、この家電というものをですね、蛇口をひねれば、ほぼ無料ですね。ミネラルウォーターの1000分の1ぐらいの価格で水が飲めるわけですから、水道の水と同じようなものに家電をしようじゃないかと、世の中の役かに立とうということを言うわけですね。そして、一日休養、一日強養ということで、1960年ですよ。高野助、アメリカに行くわけですね。そこで仕事の能率の向上をアメリカの生産現場等を見てですね、思うわけですよ。アメリカと日本の生活水準は、1960年当時ですね、もう運営 の差があるわけでございます突き詰めればこれ何でこんな差が生まれるかというと生産性によるものだと。 生産性を上げないと生活水準。例えばアメリカの1時間が日本の10時間ぐらいの給与になるわけですね。生産性を上げないといかんと。しかし、この生産性を上げていけばですね、精密な機械を使うわけですから、担当者の集中力が持たんと。それまでは、週休1日制だったわけですから。1日制です、1日。もしくは、そんな労働基準法とかないわけですから。もう働きまくっとるわけですね。しかし、この集中力はおそらく持たんだろうということで、週休2日制が導入される15年前ですよ。生産性を上げて、 で週休2日制我々で勝ち取るぞと一緒にやってくぞということを言うわけですね社員もいいしそれ俺たちで勝ち取るんだということを言うわけでございます社員の自己実現と会社の方向性というピースをコーナス系合わせ込んだわけですね素晴らしいと 意図せず、それが私の道義であると思い実行したところが凄みですよね。意図してなくて、こういうような野野良家になるっていうことであれば、もう宗教二つ化て絶対必要だから、それを社員の目標にしようじゃないかと。経営哲学たるものは、みたいなことを言われるわけですよ、今はね。ちょっと昭和の時代ですけど、そういった言い回しは。しかし、そういったことが言われる前から、こういったことを定めてですね、一緒にやっていくと。ここに欠物たるゆえんがあるわけで。 ございますそして人を育てる授業は人なりと松下電器は人を作ると同時に電気器具を作っているとこれはあまりに有名な晃之助のエピソードでございますとパナソニックに勤めてる方であれば聞いたことがあるでしょうと成長していない人を抜擢しても授業は成功しませんだからまずは人を育成するとここがなくてはならないとそして晃之助は人を育てるだけではなくてその人を信頼するわけですね 非常に信頼すると。と事業部制も日本で初めて確立して、その事業部のトップ、まあ会社の社長みたいな。 ことですお前任せろぞと。なので、決済も早くなるわけですよね。そして任せられるとどうなるかというと、言わずもなが人は任せられるとですね、創意工夫をしてですね、そして能力を最大化するわけですね。事業はうまくいくということで、1933年、戦前ですよ。事業部制を実施して、例えば自主責任経営の徹底ですとか、経営者の育成、さらに迅速な意思決定、 の決定ができるということでいろんないいことがあったわけですね日本史上初の試みでございますがパラの原型でもございますが人たちもね授業部引いてますよね僕の出身の三住も授業生ですわみんなが真似したわけですよそれ初めてやったわけですね幸之助を神様と言わしめる凄さはですね人の可能性を見出してる わけですねかつ危なさも語ってるわけですよ国を滅ぼす国を反映させるのはもう紙一重であると有能なもう頭キレキレなんだけど一歩間違えばそれは破滅に向かうとなので危うさもこれ解いてるところが幸之助の素晴らしいところですねそしてパナソニックのいいところですよ経営数字は非常にオープンでありますし僕末端の従業員でございましたから末端の従業員にも営業利益とか事業部の売り上げっていうのは全て開示されるわけですね自分のののがどのくららいい数字か知らない大手企業 の担当者めちゃくちゃ多い中でパナソニックの人たちはすべて知ってます透明性が非常に高いので悪いことが逆にできないんですねどことは言いませんけど粉飾決済した大手電機メーカーありますねとかまあ、シャープも本範に買われる前ですね隠していたですね借金があったりとかそういったことがないわけですねパナは次でございます散歩よしの考え方に対する愚直さでございます全ては社会からの授かりもんだと革新的ですねすごい1920年後半ですよ忠実に経営 しして社会に対し責任を果たさねばならんと人材は天からの授かりもんと社会からの授かりもんとこの頃ですね300人規模になってくるとやっぱりもう晃之助自身としてもり所が欲しいわけですねそして編み出したのが単なる利益追求ではなく社会に寄与する方針を立てるわけでございます当時儲けてなんぼみたいな世界ですよそれに対して社会ですよそして税金でも悩むわけですね晃之助こんなに税金捉えると思うわけですよ いやいやもう金もですね、預かりもんだと。だからもう国に奉仕して当たり前だということを思うわけですね。革新的であると。これが今でも残る綱領信条でございますと。これ残ってるんですよ。僕ね、パナの社員ですけど、毎朝これ、みんなで読み上げるんですよ。綱領、産業人たる本部に徹し社会生活の改善と向上を図り、世界文化の新手に寄与せんことを喫すと。これ言うわけですよ。しかし、 この背景を知ってるパナソニックの社員は、まあ多くいないんじゃない半分ぐらいかなというふうに思いますよね。河野助のバックグラウンドを知ってれば、ああ、なるほどと。天下の授かりもんだから、ここにと向き合おうということを果たして認識してるかどうかですよね。経営化してる部分があるんではないかなというふうに思いました。こんなこともしました。ラジオの特許を公開すると。えー、特許マが、もう特許マというとはですね、もうアメリカで特許取得されたらそれをですね、日本の特許庁に申請してすぐ取っちゃう人がいるわけですね。もうそんなクソ野郎がいたわけですよ。その 開発を妨害しししていいたわけでですすねしかし河之助大人でございます社会にとってラジオというものは大切でございます。今で言うとテレビとかスマホですよ。当時皆さんラジオから情報を入手してたわけで、みんなスマホから情報を入手するんですよ。そこに特許があって、スマホをうまく作れんという状況になってるわけですよ。ふざけんなですよ、特許も。多額のお金を出して、そんな当時、松下電気大きくないわけですから。買い取って。 それを無償で解放したわけですよ。これは文化的要素だからやろうと。一方ですね、壊れないラジオも開発しました。当時、粗悪品がまかり通ってたわけですね。で、いや、高いじゃねえかと言われるわけですけど、いやいや、その開発費用、エンジニアリングをしっかりしてるわけですから、そこは奉仕してるわけですから。お金もらうということを言ってるわけですね。しっかりした根付けも必要だと。で社会や業界にとって、その根付けがなければエンジニアにお金還元できないわけですよね。業界が育たないと。そこを鑑みて、道理を鋭く作るわけで。 一言で言えば、ね、この助さん、志が非常に高い人なんですね。しかし、これだけではございません、ね。一言で表しちゃダメです。それを体現する倫理や考え方、そして実行力で正義を通していくと。そこにはですね、水戸公文のような、助さん、カさん、やっておしまいなさいと。ね、悪人がバッサー、バッサー切られて、ハハハハって笑うわけですね。僕、ちょっと前の水戸公文が好きです。もう、あの映像が綺麗になった水戸公文あんま好きじゃない。 もうあの汚いところがいいんですよ。水戸黄門ね。それを晃之助すごい生の人生でこれ体現していくわけですよ。それが当たり前だと思ってるわけですよ。そう。ダイナミックにと。だから経営者とか志の高い人の心に来るわけですよ。かーすごいと。戦技行為ですよ。最初に義を通して、そして後で利益を取っていくと。 そういった言葉をもう超越する、幸野助の人生そのものが語りかけてくるわけですね。幸野助の生き様そのものが経営学になってるわけですよ。デッチ方向に行った時から、いや、私、それは間違ってると思いますと。 道義を通すと。もう商売のあるべきがそこに落ちてるわけですね。人生に。そのパナソニックの経営とかじゃないんですよ。彼の人生なんですよ。悪人を取り締まるっていうね。例えば、水戸黄門しかり、鬼兵しかりですね。ああいったものはもうストーリーができてて簡単なんですよ。はっきり言えば。悪を懲らしめると。しかしながら、コーナスケが体現したのはビジネスという複合的な戦いですよ。そこでこれをやってのけるわけです。そこに凄みがあると。経営と、そして人材。 の目標を持たせせて経営と合わわ込むわけですね一緒にしていくと。そして、道義を商売を通じて実現させると。まさにですね、これは人を動かすすべてがそこに詰まっているわけですね。誰も文句つけれんと。素晴らしいと。もう感動するねっていう感じですね、自分で話してて。さらに、幸之助はマーケティングにおいても教わる箇所が多いのではないでしょうか。こんなことを一言で残してます。伝わらなければ存在しないものと同じであると。 これはですね、当時、砲丸型電池式自転車ランプの販売。まあ、河野助自転車屋に出地報告してましたから、自転車に関連する商材、なんとかして扱いたいと。そこで目をつけたのが、この砲弾型電池ランプでございました。当時ですね、自転車のライトは、ライトと呼べるかどうかという、もうろうそくでした。ろうそくか、石油ランプということで、石油を垂らしてですね、そこでつけるわけですね。電池式のランプを開発、販売すれば、長持ちするから、絶対売れると。しかしながら結果としては、鳴かず飛ばずなんですね。 全然受け入れてもらえないと。石油ランプの10倍以上の長持ちなのなんでだと。それはですね、電池が特殊なんで買い替えるとか、電池が切れた時に特殊なんで嫌じゃないですか。その特殊電池買いに行きたくないとい。ことで敬遠されてしまうと、問屋にもそういう風に言われると。そこでこの助、の之け何を起こしたかというと、ならば2、3個を無償で置かさせていただきました。で、1個はもうずっとつけといてください。 20時間30時時間間持ちます明日の朝来てもずっとついてますから。でよかったらそれでこれは説明書以上に長持ちするっていうことで絶対売れるじゃんって思ったら残りの2個を買い取ってくださいと。よかったら買い取っていただけませんかっていうことするわけですね。そうしたら営業マンとしては楽なもんですてもう無料で置いてって追い受け取ってください。最初は無償ですからもう会社の運命をとしてこれやっていくわけですね。ああそうしたら3ヶ月4ヶ月するとですね成果が上がり始めて向こうからこれはもうすぐ作ってくるっていうことで買い取らせてくれっていうこと なるわけです、ね、商売とは面白いとナショナルということでパナソニックのこのナショナルブランドというものは当時有名でございましたがそのナショナルを関するランプですねこれを無償で1万個配るわけですねその電池を作る企業に対しても1万個無料で作ってくれというわけですよ最初は金払うからそのあとで1万個の料金を払っていただけたら結構ですということは絶対売れると知ってもらう目的のために製品を配布するやり方は非常識だった だがこれは売れるという目利きそして売る執念がすごいわけですね世の中の畳に立つと売ることの執念は単に売ってやろうというものではなく当時なってこういうこともやってるんですね街頭に出て自身でも意見を集めるわけですよ果たしてそれが正しいんかと人生そのものが彼人生そのものがまずですね作って商品をまず作ると想像して作るとそして実際にねものを作ってみてさらに売るとで意見をまたフィードバックしてもらう 要するにこれが商売の基本サイクルでございますとまさに商売の基本サイクルで顧客がどう感じるか売った後それを戻す、ね、意見を戻すサイクルまでが商売であるっていうことを言ってるわけですね本質ついてますよねだからマネした電気でも総合家電メーカーナンバーワンになれたわけですねなんで総合家電メーカーナンバーワンなんだってうねアプライアンス社の人本当に言えますかっていう話ですこういうことでございます ではもう河野助ねご理解いただいたと思いますからはい後半はパナソニックの可能性についてね最後ちょろっと話させていただきたいと河野助の質は本当に生きてますかって話ですよあえて言わさせていただきたいと彼の人生のボトムまで回想できる従業員は少数ではないでしょうかと僕ねパナソニックの研修が ありました入社して中途ですから。3日間ありました。僕はですね、彼の本含めて当時買いました。パナソニック入社したってことで決まりましたから。この3冊を全部読んでですね、乗り込みました。偉いでしょタルは偉いでしょやっぱ他とは違いました、ちょっとね。周りにそのような人物は皆無でしたね。河之助どういった人かっていうのをね、僕憧れ持ってましたから。 その本も一冊も読んでこずにですね、パナソニックの研修に来ると。もうそれは僕はいただけんと思いますね。し、社員ですら読んでる人いるのかなって感じですね。何かを、僕はパナソニックはおそらくコウノスケですから、何かいただくだろうと思ってですね、行くわけですから、それ相互の礼儀が必要でございます。しかもコウノスケが作った会社、本ぐらい読まなければもう顔向けできんとパナソニック。ということを読んでいきましたね。まあいずれにしろ、自身の仕事人生とコウノスケならどう考えるかぐらいは、 ね、そのいった哲学はパナソニック社員であれば身につけておくべきだがそれができる機関職はどのくらいいらっしゃいますか 機関職ってのは課長職以上でございますと。だったかな、うん、そうだったと思うもう離れて久しいですから経営者と機関職そして一般職の方々がいらっしゃいますと幸之助論を近づける必要があるなぜかっていうと皆さんですね久住さんもそしてパナソニックのですね歴代の社長みんな幸之助はこう言ってるとこういうところを憧れてるっていうわけですよだったらこの論理というか幸之助の人生をですねもうちょっと学ぶ機会があってもいいんじゃないですか そしてパナソニックの社員であればそれは責務をですね幸之助の人生で語れるっていうのはね一つねメリットの方が大きいと思いますよっていうのは1点と。 日本のビジネスマンの道義のレベルにもなると思いますよ。今の Z 世代、Z 世代って申し訳ないですけど、前リクルートさんと飲んでたら、やっぱり今の人材っていうのは程度が非常に下がっとるということを言うわけですわ。はっきり言って。ああ、もう有能な人いるんだけど、有能な人が本当に少なくなってきてるということを現場感覚で言われるわけですね。せっかく、コウノスケのね、パナソニックで働くわけですよ。本読むのに3日かからんすわ。これね、特に僕読んでいただきなのはこれ。これ。 これが一番わかりやすいと。これは3日で読めます。自社に対する持論を持ってないっていうのはもったいないぜと。損はないということでございます。働く意識に対してもう規格化している現代でございますね。規格化していると思います。働く価値観に変化があるときに精一杯やりきるとかですね。自分が持ってる授業に対してプライドを持つと、そういった価値観があってもいいと思いますよ。 そこが人生と自分の重ね合わせることができればですね、非常にドライブできますし、はい、河野助のような系の神様ですから、そういった力量に行かなくても、自分はそういうふうに重ねる人生を歩みたいと思う人がいてもいいと思いますよ。なかなか大手言わないですからね。メーカー各社も言い出しにくいですね。働き方改革とか言って、リモートワークとか言うわけじゃないですか。いやいやいや、リモートワークしてる人が10年後ですよ、30歳になった時、人とのつながりがない中でやっていけるのかと。やってけへんと。 プライを持ってと。精一っぱやりきれと、はい。効率化効率化と叫ばれるが、事業に没頭する時期があってもいいわけですね。これやりきるんだと。そういったエネルギー絶対必要でございますと。事業僕持ってます。ね、熱量がないと、道はどうやっても開かんわけですわ。幸之助が残してくれた土壌をうまく生かすのもパナソニックですね、はい。人生は切り開くと面白いですよ。面白いと。いろんな人とお会いできるし、運も強くなると。 そして、化石頭のアプライアンス社の可能性にも触れておきたいと思います。生活周りの家電を網羅しているポテンシャルもっと活かせと。配電、配線器具やってると。コンセントはパナソニックの主要が圧倒的でございますと。コンセントを一つ取ってみてね、考えると、どのくらいのポテンシャルがあるかっていう話でございますが、家はですね、5000万から4000万の家が確実にあるわけですね。それぞれにコンセントが 10個ぐらいは平均で大きい家もあれば小さいね家もありますからついてると。ということは5億個5億個のコンセントがありますスイッチ合わせると10億個ぐらいですよねパチパチやるとそこで新しいビジネス作れと例えばジェカーに行きましたわこれね伝説ねパナソニックのブース行ってはおもんなかったわはっきり言ってごめんなさいおもんないおもんないよ <laughs> 例えばね EV とかソーラー発電とか行っとるわけですわで新たな、まあ、電源必要なら分かるものの新しい価値を想像できればもう最高ですわ 例えば、家電がそこに繋がっとるわけですね。IoT で繋げると。どういった電力構成になってると見える化するとか、コンセントと連携して家電をコントロールするみたいなね、いうことができるわけですよ。センサーつけて。で、工場に行けば、もうミニマルファブ入れて IC 作ればいいわけですよ。それ実装すればいいだけで。そうしたら、合個の市場が一気に創出できるわけですね。低コストで。そればらまいて、東南アジアに向ければ、東南アジアでもこの配線器具やってるわけですから、莫大なポテンシャルがあるわけですね。ここをめちゃくちゃ注力してほしいと。 はい、もうなんか、おしゃれなコンセントとか言っとるわけですわ。ちゃうと。違う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 。そうじゃないそうじゃないそうじゃないと。おしゃれもいいけど、もうちょっとね、IoT の時代ですから、そういったものをシナジーをね、家電と囲い込みできればもう最高ですよ。パナソニックのコンセントと一緒に使ってもらうと、こういったメリットありますとか言ってね。で、あとは、そもそも家電ですよ。僕の事務所なんて、AC 機器なんてないです。ディスプレイ、PC、その LED ライト。 そして、あ、一つあるな。クーラーと印刷機。でも印刷機もどうせ DC に変換してると思うから、ほぼ DC ですね。ムの家電も DC ですから。で、AC で家庭の電気って供給してるわけですね。で、DC 変換してるわけですよ、ほとんど。DC でそもそも家を作ればいいわけですよ。そうしたら、そこの市場が一気に作れますから。プロジェクト昔あったみたいですけど、今、ついえてしまったと。これ復活させてもいいんじゃないですかっていう話ですね。 あと僕のコネクト社の可能性です。ブルー読ンダ買収しましたね。いい買収だと僕は思いますね。いい買収だった。しかし、そういう認識をパナソニックの人がしてないわけですよ。バカ野郎と。実際にいいサービスで価値にいいパナソニック社員も気づいておりません。じゃあブルー読ンダ何ができるかっていうと、例えば世の中ですよ。サプライチェーンがない製品はないですね。iPhone にしてもですね、サプライチェーンで部品の調達があるわけですね。自動車にしても全部サプライチェーンの部品調達していると。で、この PC にしてもそうだし、このディスプレイにしてもそうだし、ここの台もサプライチェーンある わけですよ木材を輸入しててでいろんな構成部材があるわけそれが全て市場になるわけですよブルー4ンダ何がいいかっていうと設計製造調達ですよボムをまず吐き出すわけですよ製造用の E ボム使ってマニュァクチャリングボムにしてるわけですねでその後調達もこのボムを元に調達をしていくわけですよ すべて手が介在してると。縦割りで都度作り直しの工数が発生してるわけです製造業の現場では。それをシームレスにできますよとブルー読んだわね。そして製品改定したい場合もすべてリストを改定しないといけない。めちゃくちゃ手間がかかるんで、早い製品サイクルを回せないわけですよね。そこをつなげますし、ERP とも接続できると。ERP にも慣れるとか言っとった,っとったかもしれなんと。まあ、詳しくは問い合わせていただきたいと。在庫管理も俗人的になってるでしょそれもやってくれるわけですよ。ここをすべてつなげる。要するに、グローバル日本だ だけじゃなくて世界中のサプライチェーンをブルーヨンダーで飲み込むことができると1兆円なんて安い安いと素晴らしいポテンシャルがあることに全くパナソニック社員気が付いてないわけですね。ということで皆さんね晃之助の人生から今のパナソニックの変革ですねどうお考えですかとためになったところあるんじゃないですかって若者頑張れと。 コノスケもこう言っとるわけですから。コノスケに心を打たれる社長が多いっていうことは、社長とかエグゼクティブはみんな、経営者層はそう思ってるわけですよ。それでリモートワークさせろとかですね。働き方改革だ、集計3日制だと。バカ野郎、自分たちでそれ勝ち取れと。実力つけてと。自分で運を強くしろと。そういうことですわ。ね、皆さんね、大手の経営者層そういうふうにダイレクトに言えませんから、僕が仮に言ってあげますわ。感謝してください。仕事ください。<laughs> そして、この太郎ですよ、最後に。 ユーチューバーが切削事業やりたいと。なんでやりたいんだということを最後語りたいと思います。4歩良しでございますと。じゃあ、ノス助ならどう思うかってことを常に思ってる。息子に僕ノス助つけるぐらいですからね。ノス助大好きなわけですよ。まず生産性向上を動画で発信すると。日本の生産性に寄与したいと。工作会の雫ですよ。これ、10時間働いてたら、なんと2時間以下しか枠削ってないわけですよ。クソなんですよ。日本の生産性は。そしてコラボ企業、ね、サービス紹介することで企業もウィンになると。 さらに工作機械メーカーカですねマザカかブラザーか分かりませんけど知名度獲得できるウィーンと切削が簡単にできるとか早くできるそさらに弊社も利益出せればいいなと最終的には頑張れとみんな応援してくれると日本の製造業へ貢献するとそして全ての関係者ウィーンと儲かれば税金も払いますと。ということでパナソニックに松下幸之助ありとどうですか経営の神様と呼ばれる男ですね。以上で お疲れ様ででででございいいましたたかかかかがですすす得ること多かったんじゃないですか今日はね神回ですね神本当に幸之助好きじゃないとこんな動画ってできないですからねそして言語化は難しいです幸之助なんで「彼が系の神」と呼ばれるのかね心に「うっあー来た!」って「ああ分かる分かる」課長以上であれば頷くところ多いんじゃないですか分かる授業に言いたいんだこういったことを言いたいんだけど」だったら簡単です僕の動画 URL 送りゃいいんですよこれが俺の全てだっつってそして最後です一言ね「あのパナソニックさん要するにですね仕事もください」と。 なかなか渋いね、パナはね。いやいや、違うんです。はい。パナソニックエナジーさんはスポンサー動画いただいてますから。もうありがたいとね。電池作りまくってますからね。ということでございますと。営して欲しいということでございますね。こういったコウノスケのしよを学べると。パナソニックエナジーなら最高じゃないですか。どうですかと,ということで、こんな感じで製造業に関連する動画いつもアップロードしております。今回は電気電子ですかね。パナソニック特別編でございましたが、いつもはね、工作機械でしょ ?FA でしょ 自動化そして制御ね半導体セミコン,アンバサダイスからそして自動車のこと EV とで今度タイに山田太郎先生と行ってきますからタイがどういうふうに自動車のねメガトレンドを来てるのかっていう実際に工場に行って確かめてきますとそういったこともやってると製造業に関連する方ぜひチャンネル登録いただいて応援してあげてくださいそして1つでも刺激になれば もういいねしか今日使いんやろと。もうあれですよ、ヨボヨボの50の窓際族はですね、もう無理って言ってない、もうバッバッとですわ。そうじゃなくて、心意気のある人はもういいねを押してくださいという感じですね。ということで次回の動画の前にスポンサー動画でございます。ありがとうございます。本日はですね、西日本 DX ということで、小倉の方にお邪魔させていただいておりまして、いつもパナソニックエナジーさんのスポンサー動画はホテルからということで恐縮でございますが。 松下幸之助ですね、まとめさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか幸之助が存命の時からですね、電池事業というものは、一事業として、エッサホッサとやってきたわけですけども、今はですね、パナソニックエナジーの中で中核事業部になっております。まあ歴史もあるし、その歴史だけではなくてですね、2030年には売上3兆円を目指していくということで、もうアクセルを踏んでですね、やっていっております。そんなパナソニックエナジーは、絶賛エンジニアを募集中でございますので、概要欄からアクセスいただいて、 応募いいたただきたいと思いますということでいってらっしゃいそして次回はですね未定となっておりますがおそらく EV 界になると思いますと EV の動画1ヶ月半ぐらい前ですかね上げたらもう60万回再生されてる実はですねカリフォルニアですよ米国で一番 EV が進んでるところですねそこから頼りをいただきましてそれを読み上げさせていただきたいと思いますと,ということでこうご期待くださいと,ということで今日もどうもありがとうございましたまた次の動画で会いましょうじゃあねチッバイバイありがとうございました 小松健さん、ありがとうございます。はい、今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。以前にも、ニレックの長森さんについてまとめた動画がございますので、ご興味ある方はぜひそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね